開けて閉めてトイレ、開けて閉めてトイレ。ハローエブリワン、レッツエンジョイジおっしゃアバカス。さあ今日もちびこりくんと一緒にアバカスっていこうね。あと前回動画でも話したんだけど、ゴリ先生がよいしょこっちか、インスタ始めたみたいなんで、もしよかったらここかな、これかな、よフォローしてあげてみてください。まあ別にフォローしなくてもいいんだけどね、ちびこりくんとは関係ないから。じゃあ今回のテーマは割り算の還元と中立証、これをちょっとシリーズでやっていきたいと思います。なんでちびこりくん還元と中立証、やっていこうかと思ったかというと、友達のみんな結構まず割り算で一番最初にちょっと壁ができるかなっていうのがこの中立証還元なんだよね。だからまあただやり方のルールしっかりみんな覚えておいてほしいのがルール、計算のちびこりくん、毎回ちびこりくんの動画で掛け暗算だろうが見取り暗算だろうが必ず話してるのは、ルール、計算の仕方、ルールさえ覚えてしまえば絶対問題は解けるということです。それをしっかりみんな覚えながら話を聞いてみてください。ですから今回ちびこりくん、少しの間還元と中立証の動画を上げ続けます。しっかりルールを覚えたら、あとは同じような問題を解いてくれれば、何度も何度も解いてくれれば必ず自分のものになるので、一生懸命頑張ってみてください。それでは実際やっていきたいと思います。はい、それではやっていきますね。今回の問題は 65÷13、 65÷13 です。まず基本割り算というのは65の中に13が何個あるか、65の中に13が何個あるかを考えるのが割り算です。これの場合では答えは5ですよね。いい、もう一度、65の中に13が何個あるかを考えるのが5です。なんでここ何回もちびこりくん言ってるかというと、よく還元でみんな 10が何個あるか、この3をどうしても忘れちゃう子が結構いると思うんだよね。だからそこはしっかり、気をつけてやってみてください。じゃあ割り算なんで、まず割られる数65だよね、をそろばんに置きます。赤のところがテイテイ1の位だと思ってくれたら、65ですね。割り算、問題を置いたら指を先頭に、ここに置くイメージだよね。先頭、65の先頭なんで60のところに置くイメージ。まずこの指の上の60の中に13の1が先頭の1だよね。10先頭の1があるかないかを考えます。6の中に1はありますよね。あります。さあ、指を、る。2回動かしますね。2回動かします。この2回動かす作業というのは、答えを置く位置。65の中に13が何個あるかの答えを置く位置なんだよね。また後で説明します。じゃあ指を動かしたら今度は6の中に1はあるんだったよね。さあ6の中に1は何個あるかを考えます。そう、6の中に1は、そう、探すとき、これは1が何個を探すときは1の段を考えてみてください。1が1個で1、1が2個で2、1が3個で3。そうすると答えが1の段で6のところを超えない、もしくはぴったりのところなんで、1が6個で6ということは6個あるんだよね。指のところに6置きます。はい、6置いてみました。実際のそろばんだと当然茶色い玉だけなんであれなんだけども、今回ちびこりくんは、引く時っていうのは結構水色のイメージ、足す時っていうのは赤色のイメージ、そんなイメージで玉の色を変えていきます。まず6だよね。6の中に1は6個ある。だから答えを6と置きます。
答えを置いたら指はすぐ右にずらすんだね。答えの指はすぐ右にずらします。ここだよね。指をずらしたら今度は確認していくんです。6で合っているかどうか、答えが6で合っているかどうかを確認します。確認するときはククなんですね。答えかける割る数の先頭1、61が、あとさらにここだよね、13、65度なんかみんなよく聞いといて、13が何個あるかなんで、6かける1だけを確認するんじゃなくて、しっかり6かける3、その後の3もしっかり入ってるかどうか確認してほしいんだよね。6かける3もしっかりこの65度の中にあるかどうかも確認してほしい。結構忘れる子がいるので、ここは注意してみてください。それではやってみますね。答えを打ったら指はすぐ右、そしたら確認していきます。6で合ってるかどうか確認するときはククですね。61が6、ククの答えが10より小さいので指の右から6を引いてあげます。6引けました。さあここで、ここなんだよね、ここ。ここでみんな安心しちゃうんです。6の、61が6。ここを確認して終わってしまって、また5の中に、1があるかって探してしまう子がいるんだけど、何度も言うように、割り算は65の中に13が何個あるかを考えるのが割り算です。まず、6×1、は終わりました。6×10、60はあるんだよね。じゃあその次の 6×3、 6×3×18 もしっかりあるか確認しないとダメなんだよね。さあ確認するときはククです。61が終わったんで今度は6×3×18 だよね。さあ見てください。6×3×18ないんだよね。5しかないんです。ということは65の中に13は6個もないんだよね。6個もないんです。ここで還元、いいこと、還元の素晴らしい技です。還元は答えを一回6個って置いたんだけども、もう一回、間違えてももう一回やり直せるんだよ。大きめに答えを置いてしまえば、もう一回やり直せますというのは還元です。6個もないので、じゃあ1個減らしましょう。5かな、1個減らします。あ、減らしました。答え減らしたら必ずやる作業があるんですね。これもやり方のルールです。6×3 で引けなかったので、引けなかった3の数字の前の数字、引けなかった3の数字の前の数字、1をこの指のところに計算をし直すので戻してあげるんです。計算をし直しますから、6個もなかったんでごめん戻さなきゃっていう感じかな。戻してあげます。さあ戻しましたね。そしたら新しい答えもう一度読み直します。答えが6から5に変わってるので、5×、さあ引けなかった数字も1は引けてるので、その次の3が6×3で引けなかった3を新しい答え5×3で引いてあげます。5×3×15、見てください。ククの答えが10よりも大きいので、指のところから15引いてあげます。15引けました。さあ初めに置いた割られる数65がそろばんからなくなりましたよね。これで答えなんです。ただ1の位が変わりますので、さあ13割る数が2桁なので、そろばんのこの2桁のところ、ここに指子が1の位に変わります。さあ答えは5です。こんな感じですね。ちなみに割る数が1桁の時は1の位はここという感じかな。またこの辺りの指の位置はまた改めて説明しようかな、考えておきます。まずは今回は還元、結構ちびごりくんのお友達悩む子が多かったので、今回還元をやってみます。あとはこの後キュウリ師匠、さらにちょっと還元が、2回以上とかいろいろと、一番最初そろばんを習うお友達で、一番最初ここからこの還元の問題が一番最初の壁になると思うので、ここを少し特集してやっていきたいと思います。必ず最初にも話したんだけども、計算、どんな難しい計算でも計算のルール、順番であるとか必ずルールがあります。そのルールさえ守ってしまえば解けない問題はちびごりくんないと思ってますので、
ぜひ諦めずにお付き合いください。それではまた次回も還元の続きやっていきたいと思います。 See you again!